孫悟空だ。カカロットではないな。サイヤ人のようだが。おお、若すぎる。まさかベジータ王子。大猿になるとはな。俺と本気でやり合おうってか。さあ頑張って生き残れよ。お父さん。俺はお前の親父じゃねえ、じいさんだ。あ、買ってこい。カカロットなのか。なんだなんだ、カカロット。僕そんなもん食べたことない。どいつもこいつも戦闘具。たまには構ってやるか。測ってこいよ。あまり偉そうにしてると後で恥をかくぞ。てめえみてえなクズがこの俺様に何の用。サイヤ人同士の用事と言っちゃ決まってんだろ。ザボン、なぜサイヤ人を狙いやがった。サイヤ人は徒党を組まねば何もできまい。ドドリア、よくも俺の仲間たち。すぐに地獄でお仲間に会わせてやるぜ。フリーザ、これは貴様が許せねえ。くだらないことを。てめえフリーザなのか。俺は貴様が許せねえ。くだらないこと。カカロット、カカロット。俺はカカロットじゃないが、息子はそんなに俺に似てるのか。ブロリーか。ベジータ王子、潜在能力が高かったというが。貴様がバーダックか。え、一体何の用だ。サイヤ人同士の用事と言っちゃ決まってんだろ。中身はカカロットじゃねえのか。てめえ、人の息子に変なことしてくやがって。孫悟空の父親だな。喜べ。貴様の息子の体は随分と使い心地がいいぞ。悟空？知らないな。俺はバーダックだ。おお、サイヤ人だ。お前も強いんだよな。ちょっと手合わせしようぜ。なんだお前、元気なやつだな。相手してやるから、ちょっと落ち着けよ。
孫悟空。何ですか？悟空？知らないな。俺はバーダックだ。